週刊ボードボーイ。どうした、ためた、ためました、はい、はい、どうも倉沢です。いや、畠山でございます。はい、よろしくお願いします。さあ、今日も、ダービー4日目ということで、ね、予選終わったね。はい、終わりましたので、いや、いろいろあったね。最後の3つのレースでいろんなことがあった。いろんなことありましたね。なあ、はい、入れ替わりも激しかったんよ、最後の。そうなあ、もうボーダーが定まんないというかさ。そう、一時 6.20 までいって、どうなるんやって、松井 6.00 で落ちるんかとか思ってたら、うん、最終的にもう 5.67 ぐらいまでいったんじゃないかな、馬場君だもんね。そうです、いや馬場君の上野自身の好きです。ああ、そうか、その辺67がずらっとなんだね。そう、まあ、うん、やっぱ激戦ですね、今節はね。そう、確かにね、うん、はい、激戦です。もうダントツっていう感じの選手も、うん、まあ、もちろん足的には、まあ、この後首長が解説いたしますけれども、うんうん、成績的にじゃあすごいダントツで勝ちまくった人がいたかというと、うん、実はそうでもない。でもね、激戦の中で結局トップで勝ち抜いてしまった人が、あの人っていうのがね、うん、あの人ね、ちょっとね、これが、あの、なんだろう、太平のようにしてしまうのか、そうですね、ね、戦乱ダービーはどうなっていくのかっていうのが楽しみではあるんだけど、はい、なんか西山貴弘に、うんうん、もういい加減辞退しろって言われてましたけどね。トップ決まった、トップ決まったよ、いい加減辞退しろってなんか言われて辞退したところでって感じなので、うん、君は順位乗ってないしねっていう感じですけど。そう、本当だよな。まあいいでしょう、うん、はい、というわけで、はい、今日も、収録でございます。はい、はい、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。はい、そしてボートキャストでも配信されておりますので、ね、うん、ボートキャストの方もね、ぜひ、はい、ご覧いただければと思っております。はい、はい、というわけで、じゃあ、うん、早速こちら行きましょう。はい。はい、というわけで、予選を振り返っていこうというところでございまして、はい、まあ、レースをご覧いただきたいと思うんですが、うん、まずはですね、うん、あ、そうか、これを言えってことね、うん、前県日に披露した初日の予想は、うん、的中がございませんでした。すいません、失礼をしていたしました。すいませんでした。しかもね、あの、ウリュウがトップ足とか言って、そうね、あの、予選も、あの、突破できずに本当に見立て違いで申し訳ない。だいたい三島十傑以外で、うん、意外一番良かったって言ったらね、うん、大概外す、大概外す、大概、はい、まあ、前傾の時に首長が興奮して、うん、あの、これはと思ったら意外とっていうかね、意外と、まあまあ、まあ、まあいいでしょう。すいませんでした。いや、でも、うん、ウルフ選手でしょ、うん、まあ、悪くなかったと思うんだけど、ね、悪くはなかったけどね、うん、まあ、内郷亭でちょっと失敗したことがね、うん、そうだね、して予選落ちということで、うん、めちゃくちゃ快活ぶりでしたが、はい、うん、というわけで失礼いたしました。というわけで、はい、うん、ご覧いただくのはまず2日目の3レースでございます。はい、これは桐生選手ですね、うん、はい、うん、はい、はい、6コースから、ま、ね、まあ、伸びていって、これさあね、あの5もちょっとね、うん、ちょっとお付け気味な感じだったんだけど、一切構わず2段まくり、ね、ね、でこっからこれ、いや、こっからじゃなくてさ、うんうん、その前のね、手前だと思うんだよね。そうその前のね、まあ、もちろんそこからも伸び伸びるんだけど、うん、そう、いやーね、やっぱほら桐生選手はドリーム組でも、うん、あの、非常にあの評判の足 で、はい、でドリームはね、ちょっと展開の絵があって、うん、よくしょくだったんだけど、うん、確かにこれを見てやっぱりすごいなと、すごいなと思ったね、うん、そう、はい、大体1年間6コースで、ね、勝ってない、まあ、前付けもあるからっていうのもあるんだけど、うんうんうん、これね、ま、6コースからまくったのが1年半ぶりくらいか、うん、ね、その時はスタート勝ちでコンマ01からまくったんやけど、はいはいはい、これはもう外4って胴体みたいなとこから出てったんで、これは物が違うわと思って、ね、ちょっとここから続行惚れた、うん、惚れて、やっぱり伸び方が大好きな僕としては、うんうん、惚れてね、しかも黒砂が言うように回ってからの手前のね、二の足っていうんですかね、あそこが、ね、要するに行き足って言われるところだと思うんだけど、そうこもやっぱり良さそうだったから、うん、だからね、深川19期とどうなん、19号機とどうなんだろうっていうぐらいの、これだから実はこの日後半から、うん、2人競り合って、うん、桐選手ぶっ飛んだんだよね。そうあれはさ、2人とも出てるから、うん、競り合いになっちゃうわけで、そうなんだよね、2マークの大競りね、そう、長は、うん、あの、そう、それを3万周当ててるんですけど、うん、そうなんだよね、まあ、そういうのをこの番組でいいよって話なんですけどね、うん、確かにね、まあ、それはそれとしてそう、まあ、出てましたよね、うん、出てます。ただ首長の見立てとして、うん、この足じゃなくなってるという、うん、はい、そうですね、はい、うん、やっぱりあの手前に寄せて、うん、その一撃で勝つっていうのはやっぱり選手のタイプとしても ね、うん、まあ、ねちょっと違うんで、はいはい、しっかりさばいて着を、うん、ね、いい着を取りながら、うん、準優のいい足にしたいというので、はいはいはい、おそらく
あの3日目あたりからですね、うん、あの手前に寄せました。はっきり分かった、うん、スリットでの感じがちょっとだからそういう意味では直線的にはちょっとまあ、あのやや落ちたけれども、うん、という感じでという、ね、そうだよね、はい、だからね、そう明日はどうするのかとかも ね楽しみな足ではある、まあ、はい、うん、ということでございました、うん、ということで桐生選手でした、はい、そして3日目1レース、うん、さあこれは、深川選手かな、はい、ね、うん、なかなか3コースじゃ勝ちきれないみたいなイメージもね、うん、まあね、うん、特に枠なりの3号店の時は動かないですからね、うんうんうん、これもちょっとサプライズだね、やっぱりね、これで寝るって外来るの、はい、カレー出てる、やばい、この出足、押し足、はい、行き足まで、ね、やばい、もこれはもうね、うん、ピットで見てた選手たちもね、うん、声出ましたからね、あ、やっぱり、うわーっていう、そうだよね、はい、そしてあの引き上げていた上条信孝選手は、うんうんうん、あの唖然としてましたね。あ、だってさ、 そんなに間違ったターンしてるわけじゃないんだから、うん、してないんですよ。そう、あのしっかり合わせにも行ってるし、うん、そうそう、で奇襲のさ、つけ前とかじゃなくてさ、うん、普通に箱まくり的にこう外につける感じだね、うん、いわゆるなんていうか、あの、うん、まあ、あのつけ、もう本当つけていく感じの、うん、あのそのまま1、2着になる感じなんだよ ね、 あれていうか、まあ、内外で対処してると思うんですよ、うん、上条選手としては。そっからだよ、ところがね、回ったところからヒュッと出られてしまうというね、あれはね、だから本人もしょうがないじゃん、あれさ、そう、しょうがない、もう、そう、あれはノブさん、しょうがない、相手が悪かったとしか言いようがないというね、うん、そうね、はい、これでもうわすごいわって、やっぱりこれはね、あの順平とかの、あの35号機とかよりもすごいんじゃないかと思ったし、うん、ね、実際このレースだけじゃなくて、はい、まあ、今日の何でしたっけ、2レース3ですか、今日の2コースからあの刺して、あのなんだ、あの出口からシュンって追いついて、そのままもう、ね、突き抜けちゃうあたりの、いやすごい、19号機はね、日によってちょっとね、伸びの方が結構強かったり、ぐっと手前に寄ったりとかしてるんだけど、それにしても、あの全体的な底力はちょっと抜けてる、うん、と思っております。ちなみにだから全県で三島の S 評価唯一のね、唯一のね、でございまして、本当に本当にまんまでございましたね、見た目通りの足だったなという、うん、それは変わってないですね、そう、うん、はい、というわけで深川選手、これも3番足美味しいなあ。確かにね、クロスだな、3頭からね、やっぱりフライングですぐなんで、深川選手をちょっと嫌っちゃったんだよね、フライング後だったんで、ね、これは美味しかったね、うん、はい、ということで深川選手でした、うん、はい、そしてもう一つが同じ3日目の7レースでございます、うん、はい、これはね、うん、赤岩選手が逃げ切るレースなんですが、うん、平本選手と峰選手が、うん、まあ、直接対決をしているレース、ね、一応ね、そう、第一戦と、もしかしたらね、うん、優勝戦でもってなるかもしれないんだけど、うん、はい、これがね、やっぱりいろいろどうしてそっちを見てほしいね、まあ、勝った赤岩選手もちろんね、うん、逃げたのもないんだけど、はい、いろいろあるよね、ここね、しっかりとここで競りになるから、でもう最内がね、平本で、はい、あの外があの4艇のね、はい、あの峰という感じで、でこの辺からさ、うん、あの内外の2艇がなんかある程度しっかりと、うん、まあした感じで、でここでこの6を見ててほしいんだけど、キャビル、あ、キャビル、キャビルで、あれ4が来る、はい、並ぶ、はい、ね、だからこの辺がもうなんだろう、あの優勝宣言のいろんな序章にもなってんじゃないかぐらいな雰囲気で見てたんだけど、はい、そう、あ、しかし峰竜って一番不利なところからあそこ来るんだね、いや、だからすごいよね、だからもうああいうところがさ、うん、ありえないでしょ、ああいう前知らないところのさ、はいはいはい、うちさんって行くの待ってから刺すのにさ、うん、引き波も大変やしさ、そう、3本あるからね、うん、そう、3本ね、そうそう、でこの辺でもやり合って、あ、この辺ね、はい、ちょっと峰に締められたからね、あの出られた感じもあるんだけど、うん、あのやっぱり平本の、あ、まあ、わかんないな、これ、まあね、今のだいぶね、うん、あの平本選手2マーク、うん、単マーク寄ってるからね、はいはい、そうなんだね、あの前知らないからここは刺されるところだから、うんうん、そうなんだよね、うん、だからね、一応ね、あの成績的にも、うん、この2人があの主導権を握っていくんじゃないかというふうに思って、うん、実際もう今日の最後の最後、うん、ね、あの10レースぐらいまでその雰囲気で来たんだけどね、うん、はいはいはい、そう、まあですから、うん、峰選手もどこまで出てるかっていうのは僕もつかみきれてないんですけど、そう、これは難しいです、だそれなりに仕上がってるのは確かで、うん、仕上がってますね、平本選手もまあ悪くはないですよね、うん、この2人の競り合いのあれ見ててね、そうそう、だからあのね、途中キャビったりとかその辺ちょっとまだなんかこうロスがあるのかもしれないけども、うん、俺全体的な底力のパワーとしては、うん、
あの感じます。あの19号機の月な、ね、ぐらいなものを感じます、はい、なるほど、迫力があるんだよね、はい、なんかね、うん、でまあ、そう言いつつなんですが、うん、今日平本選手はその11レースでまさかの6投という、そう、あれね、バックで先頭に立った時に、ね、やっぱ辻に絡まれたところでね、まあ、あの結局だから2周1マークでね、ちょっと狭いところ入っていこうとして、そう、佐田選手と被ってしまって弾かれてという、ね、まあ、ちょっとまあ月もなかったというのか、そうだね、本人もどこまでね、あのレースを、うん、あの3着以内でトップだったん で、うんうん、でまず1周2マークであのつけまい気味で叩き潰そうとする感じでいって流れて昭和装置の方にぶつかりそうになって、うん、後手を踏んで、でちょっと焦った感じの勝負点の感じで2周1マーク の、 そうです、ね、あの強烈なあのまくり差しをいったんだけども、うんうん、ダメだったと。いやだからあの辺は本人がどう思ってるかはね。そうですね。うん、はい、そうそう。まあ、で結局予選トップが峰竜太選手になるというで、平本は2号艇に回ってしまったということで ね、はい、ですね。まあ、あと今回全然出してないんですけど、うん、浜野健吾選手がしっかり2位で準優1号艇に乗っております。まさにね、あれよあれよですわそんなにめちゃくちゃ目立つようなあの道中のレースってそんなにはなかったんだけど、着まとめてここまで、うん、オール3連帯でしょ多分、うん、ね、確かね、そうなんだよね、しっかり着まとめてきたというのがまあ予選 でも素晴らしいね。最近すごくだから足仕上げるっていうのは、うん、今節だってちゃんといいんだけども、うん、いつもよりはなんか、うん、いつも行き足からピャンっていう感じの見せるんだけど、うん、今節そこまでじゃない気がしてるんだけどもね、うん、それでもここまで持ってきた、はい、素晴らしいです。というわけでございまして、うん、とりあえず予選、まあ、さっきの話ありましたがボーダー 5.67 で、うん、上野慎之助選手が18位ということになりました、はい、そんなわけでじゃあ行きますかね、展望の方に行きましょうか、はい、こちらでございます。はい、というわけで1レースずつ見ていきたいんですが、はいはい、まずじゃあ10レースから、はい、1号艇畑英吾、うん、2号艇平本雅之、3号艇桐生純平、うん、4号艇前本康和、はい、5号艇松井茂、うん、6号艇丸野和樹ということになりまして、そう、平本選手はここの2号艇になったと、まあ、予選4位ということですね。そうだね、なってしまいましたというところで、うん、こちら行きましょう、はいはい、では平本選手よろしくお願いいたしま す、 お願いします。いや、11レース直後のインタビューなんですが、悔しい悔しいっすよ、ね、悔しいっすよ、めちゃくちゃめちゃめちゃ悔しいね、うん、まあ、当然1マークバック出た時には頭をっていう展開だったんで、そうですね、うん、もちろんそれでもう確定1位確定というところだったんで、はい、うん、ちょっと緊張してしまいました。緊張してしまった、はい、結構1位が見えて、うん、まあ、そうですね、ちょっとはい、うん、普通じゃなかったですね。あと辻さんがうちから来てたじゃないですか、はい、それもやっぱりちょっと意識はした。あのもちろんあの、うん、完全に入られてたし、はい、でもあれ辻さん生かして指してたら多分順平にはまってたし、うんうん、とかいろいろ瞬時に考えてたんですけど、うん、あんなことになってしまったですね。であの西内マークもね狭いとこ狙っていったんですけど、はい、なんとか3投っていうのはあったんで、うん、はい、ちょっと狙いに行ってしまったですね、うん、ちょっと久田さんと被ったような感じになって、はい、だから非常につついてなかったと僕は思います。いや、ちょっとメンタルがダメでしたね、今のメンタルがダメ。あ、いやもうね、ゴールデンレースも受賞していろんな経験してきたんで、はい、その辺はそれでもやっぱりまだこういう局面でっていうことなんですかね。うん、まあ、振り返ったらそうですね、今実際。なるほど。いや、本当そんな苦しい時に、ね、申し訳ないんですけど、ただそれでもね、はい、準優勝戦は内枠になりそうです。そうですね、はいはい、あの準優勝戦に向かって今どんな思いでいますか。もうそうですね、切り替えて明日行くしかないんで、うん、まだちょっと正直気持ちの整理ついてない状態ですけどしっかり寝て、うん、明日、うん、まあ、本当船足的に今節いいし、はい、チャンスだとは思ってたんで、はい、もうちゃんとしっかり、はい、明日のこと。船足なんですけど、はい、特にいいところってどこですか。行き足、出足、はい、はい、出足、行き足、行き足いいと思います。ということは平本さんのスタイルにうまく合った。あ、そうですね、僕好みです、うん、はい、はい、で、ただ仮に2コースとしても2コース出し本来得意じゃないですか。まあ得意でしたけどね、ここ狭いしなんか難しいですよね。ここね、うん、うん、はい、
でも例えばそれをうまくさせる足にはなってるということでよろしいですか。あ、まあ、あの足的には十分、はい、なるほどと思います。で仮にあのじゃあ輸出して外枠になってもいけそうな足ではありますか。一回チルトも跳ねて伸び型とか試したんですけど、うん、その時はその時伸びてたんで、はい、多少は、はい、まあ本当乗れて大外とかだったらなんか、うん、なんかオーシャンカップの時みたいに試せたら面白いかなとは思うんですけどね、うん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 、なんでまあ何としてでも明日乗りたいですね、はい、うん、なるほど。まあここはね SG 初優勝の地ですよ。そうですね。あの時も4号艇5カド、はいはいね、もし仮に外枠でもあの再現っていうのも十分考えていいですか。うん、悪くないですね、はい、悪くないそう、あの時はシリーズだったから今回ダービーで、はいはい、勝ちたいです ね、 ね、でもちろん、ね、まだ優勝戦も内枠の可能性あるんでその辺ももちろんその場合はしっかりその辺の内枠用の、はい、調整をしてということで、まあ、とにかく準優勝戦、うん、はい、頑張るだけです。わかりました、はい、じゃあねちょっといろいろ気持ちもいろいろあれですけど、はい、最後力強いコメントをお願いします。打倒峰竜太頑張ります。はい、というわけでまさに平本選手だったんですけど、いや俺本当知らなかった、はい、いやもうなグッドジョブというかここはやっぱり平本であってほしかったし、まあ、まずまあ一つね、うん、あの裏話をするならば、うん、1位の可能性がかなり高いと、うん、あそうか、なるほど、1位の選手として取り上げたいという話をしてたわけです。ところが、うん、あのレースで6頭になってしまって、はいはいはい、で1位がこぼれ落ちたじゃないですか、うんうんうん、でまあレース後の、まあ、悔しがり方、うんうん、もう声かけにくい、はい、まあそうなるわね、うん、本当だ、うん、あの今そこに牧山さんと2人でもどうしようどうしようって、うん、どうしようって、もう峰なら楽だよね、もうオラオラで、でもやっぱり別に峰の女ね、まあ、まくりとかすごかったけどさ、うん、あの1位になったのね、うん、なんで聞きたいんだけど、もう聞き慣れて確かに、うん、そうでね、もう西山言う通りだわ、でやっぱ、うん、あの悔しい中でも、まあ、西山、うん、あ、ごめんなさい、平本選手はこうやってね、うん、ちゃんと、うん、出てきてくれたわけですよ。本当にありがたい。しかもまあちょっと話の内容どうでした？ね、いやーもうなんか、うん、俺が聞きたかったところしっかりと聞いてるし、うん、あの2マークのあそこの選択も分かった、うん、ね、桐生が外に構えてね、うん、あの辺すごく怖いんで、うん、だ何が正しかったのかも、うん、まだ考えながら引きずってる感じのね、うん、あの辺は本当に分かる、分かるっていうか、うん、はい、いやもう分からないレベルの悔しさだと思うんだよね。いやー分からない、でもすごいすごいこう出てたね、うん、引きずんなきゃいいけどちゃんと明日は明日っていう、本当そう、だからバック先頭立ってるからね、うん、あの1位本当見えてたと思うんですよ、うん、ところが終わってみたら全然違うものになってしまったっていう、うん、そうなんだよね、だからそれを考えてもしょうがないんでね、うん、明日はちょっとねそれ、うん、あの切り替えて、うん、あのこのインタビューがねそういう切り替えになってくれてたらいいなとは、うん、確かにね、思うわけですけどね、そうだよね、思いの丈をちゃんと、はい、ちゃんと正直に吐露したと思うんで、それが、ね、はい、きっかけになる可能性もあります、はい、というわけで、うん、そんな10レースの気力評価から参りましょう。はい、はい、というわけで、はい、あ、でも一番高い評価はその平本選手なんですね、うん、ですね、うん、そう、これはね桐淳平があの手前にあの寄せて直線、うん、だから S かどうかクエスチョンしててね、うんうん、あのまあ、おそらく S じゃない、で明日どうするか分かんないよ、はいはいはい、ね、そうですね、うん、ただねやっぱり平本さっきも言って、ね、あの本人も言ってたけども、うん、もう出足行き足が良くて、うん、なかなかこうなんだろうな、上を無理やり叩くっていうのは難しいぐらいなパワーだと思うんで、やっぱりその辺は伸びに特化するよりも、うん、その平本が差しに構えるのを待ってから、うんうん、そっからシュッとこう行くような足には、はいはいはい、仕上げる予定になると思うんだよ ね、 ね、うん、だからバランス型の AA ではないかというふうに思いながら、うん、なもし S にしたらそれ、うん、あのスタート展示とかで分かると思うんで、うん、その時は怖いぞっていう感じだね、はい、はい、なるほどね、うん、で、あの前元の矢印はやっぱり日に日にというか、すごいこと出すよ ね、 ね、そう、もうね初日2日で出してた、うんうん、むしろそこからちょっと、ね、そうね、そう、平行線か、はい、ややちょっと何かあのたるみがあるかもしれないって感じなんだけど、うんうん、で松重は行き足がいい、はい、行き足から伸びがいい、うんうん、だからもう A でも全体 A でもおかしくないぐらいな感じでは思っておりますね、F2、はい、うん、ね、があるからね、はい、あれだけどよく5号艇に入ってきました。なるほど、でやっぱりここはね、うん、そう、準優1号艇を手にした畑選手ですよ、うん、はい、それはどう見てるんですか、首長、 A、 A となってますけど、だから本当にねバランス型のね、うん、もちろんこれもね三島十傑の中でも高いね、うん、評価を、そうでしたね、あったやつだしね、はい、まあ、なんかその通りの、だからなんだろう、例えば桐生とかあの
深川みたいに、うん、おおすげっていうのはあれじゃないんだけども、うん、しっかり地味ながらあの弱点がないような、うん、そういう感じでずっとしっかり来てるなっていう雰囲気で見てるんだけど、今日、今日ね、その丸野選手が前半4号艇で1着取ったの、丸今日すごかったね、まくりで取ったでしょ、うん、でもあれって畑選手が、うん、押して押して、そう、あの行き足よく出ていって、うん、そうそうそう、それをこう、うん、なんかスピードもらうような感じでこう、うん、まくるみたいになったり、そうそう、先に行け先に行けってやられてね、そう、だからちょっとその行き足系がやっぱ畑選手良くなってんのかなっていう、うん、まあ、確かにね、感覚はちょっとしましたね、そうだよね、うん、だからスタートし、うん、あのスタートし決めたらもうこれ先前は必死だなという感じは確かにすごくするんですけど、ね、そうだよね、だからもう本当すんなりでもおかしくない、うん、だけどちょっとだけ気になるのがあれだけおあつらい向きで、うん、あの丸野に行かせて、うん、丸野がちょっと競り気味になって、うんうん、そこも狙って刺したんだけど、うん、そこで、ね、届かなかった感じが、ね、ね、ちょっと気になるところ、ね、それが、なるほどね、うん、そう、はい、俺5、4買ってたからなそうだよ、そういうことだろう、うん、まあまあまあ、だからしっかり覚えてるというね、はい、まあまあそんな感じでございまして、で、新概念データなんですが、うん、畑選手はね、1コース1着率はめちゃくちゃいいんです、うん、はい、84.7 はもうかなりのもので、うん、高い、だから当然まくられ率も刺され率も低くなると、うんうん、で、逃がし率ね、実は平本選手高いんだよ、63.9、うん、ね、これはね昔は低かったんです、うん、なんで低かったかというと、うん、2コース差しがの1着回数が、うん、いや1年が8回あるんだけど、うん、昔はもっと多かった、うん、だから2コース差し本来得意でね、さっきも得意だったんですけど、過去形だったね、ちょっとね、 その時は逃がし率低かったのがやっぱどんどん高くなってきてるという部分はあります、うんうん、なるほど、でこうやって見ると桐生選手は、うんうん、まくり差し、うん、まくらない、はい、よっぽど出てないと、まくらない、ね、まあね、今節はね、うん、言ったけども、はい、うん、で前本選手は4コースだとまくる、うん、そういうイメージもあんまりありませんが、うん、ただおそらくその、まあ、一般戦とかも多くて、あの行き足仕上がると、そうなのよ、結局、ま、もうまくりになるっていうパターンだと思うんですよね、そうそう、スリットから出るんでね、めんどくせえかもしれないけど、うん、そのまま行っちゃえっていうようなレースが多い、確かに、そうそうそう、だからまあこれが SG だとどうかっていうのがあって、うん、で松井選手、丸野選手は5コース6コースでは勝ち星がない、うん、ただし丸野選手は皆さん覚えてますか、はい、うん、ガマゴーリメモリアル準優6コースから優出をしたということは一応付け加えておこうと、確かに確かに思いますということでございまして、うん、気力と新概念データでしたという、はい、フォーカスいきますか、うん、私から、はい、というわけで、まあ、いい新ランド高い畑選手、うん、2コース逃がし率高い平本選手だったらもう、うん、畑選手を本命にするのは妥当であるという、妥当でしょうね、兄さんがね、やっぱストレート強いから、うん、いい壁になるのがほぼ見えてんのよ、うん、攻められない限りは壁として使えるんだよね、そうですね、だから、まあ、あのもうこれはもう素直に畑選手で、うん、もう相手も平本桐生、うん、でその6は、まあ、丸野選手 の、 そのやっぱガマゴーリーのあれを思い出せばということで、うん、なるほどなるほど、そして、うん、今日あんな精神状態の中、うん、インタビューに出てくれた、うん、平本雅之はやっぱ応援せずにはおられんということで、もう頭も買います、うん、そうですね、はい、もうパワー的にはズブーって言ってますからね、なんて言ったらいいんだ、もう打倒未練できるはずでございます、はい、というわけでその主張はママでーすさあ、はい、本当に別にインタビュー聞いたわけじゃないんだけど、うん、これはもうね、僕パワー的にも、はいはいはい、ね、もう高く評価してるんで、うん、これはあの畑君がやっぱりちょっと経験の厚さが出て、はい、ちょっとでもさあの漏らすようだったら、うん、もう逃がさないぞって言ってたんで、そしたらあとは足がガッとへさきを入れてくれるんではないかということの、はい、うん、もういいから、でもしそれで畑君が焦ってへぐるようだったらもちろん百戦錬磨の外から来ますがね、うん、っていうところで、はいはいはい、2から134134で穴これはあの展示タイム注目も言いましたが、うん、桐生が伸び特化型にした時、ね、そして、うん、マクランカナの雰囲気を見せた時は、うん、あのまくりに行くでしょ、うん、そしたら平本伸び返すでしょ、うん、もうちょっとこうずるっとくる感じになるんで、なるほどね、それでも無理やり桐生は行くと思うんで、うん、そしたら前本の、うん、あもう巧みな差しで、うん、巧みな差しで突き抜けるというので、はい、これ4-3ですね、はい、まあ、でもこれはどうなんですか、うん、周知はやっぱこれは桐生選手が伸びに特化した場合ということですか、その通りでございます、うん、じゃあ、まあ、展示タイムとか、うん、そうだね、その辺に、まあ、うん、あの一応皆さんチェックしていただいて、そうそう、うん、展示タイムトップでなければほとんどないと、うん、うん、その辺は、まあ、うん、あの直前情報を皆さんご確認の上、うん、あのもし桐生伸びてるねってなったら、あの、うん、ぜひこれもちょっと皆さん参考にしてもらえればと思います。はい、というわけで10レースでございました、うん、さあ11レース、うん、1号艇浜根谷健吾、2号艇辻栄造、3号艇深川慎二、
4号艇深谷智弘、5号艇江口昭夫、6号艇馬場芳也と、うん、いうことになりまして、なかなかさあ進入からこれは、うん、これはねこのレースだけが一番ちょっと、はい、そうですね、なんかざわざわ感がめちゃくちゃするレースなんだよね。そうそう、でも深川選手はだからその3号艇で動かないんですよね、うん、で普通はね。そう、ただ今回江口選手が5号艇にいてこれ確実に来るんで、うん、もう 150% でこれは入れませんよね、うん、当然、うん、もう入れたくないはずなのよ。だから深くなるだろうなというちょっと面白い一戦でございまして、うんね、じゃあまず気力からはい、はい、もう当然深川選手が S になるわけですな、うん、そうですね、はい、そうそう、うん、まあ、全体的に高いですここの、はい、あの記録的な感じは、だいたい全部あるかな、10決に入ってるのがね、あの、あ、ちょっと、まあ、でも深谷選手とかも入ってたしね、そうそうそう、うんうん、ね、で辻選手が、うん、いやこれさ、うん、部品ほぼ総特化、うん、もうセットから、うん、はいはい、クランクシャフトまで、あ、クランクまで変えた、もうやった、はい、もう早くに変えた、でキャブレターとか、うん、はいはい、もうガンガン変えて、はい、もうまさに別物、うん、でそうな、もしかしたらやっぱりさ、やっぱり辻頑張れよっつって、あのなんかね、いいセットとかさ残してるのね、まあ、堅固は必要なさそうだから、うん、じゃあなんかあれしようかみたいなんで来たぐらいまで、うん、やっぱ今日の橋ほら、まあまあ、結局ね、うん、平本は過信してたわけじゃないし、別にあの辻をさそんなにあの見くびってるわけじゃないのかもしれないけども、うん、やっぱりもういけるだろうぐらいな感じでやっていっちゃったと思うんだけど、まあ、その時にはもう伸び返しがすごくて、そう、ね、だから、ね、まあ、別物、この 30% あるなしのモーター、28だっけこれ、もうそんなモーターじゃない、なるほど、もうまあ、ただ平和島はあそこ伸びるからな、うん、まあ、そうね、しかもね辻とかね、あの辺のね、うん、こうロックコースから、ね、あんまりサイドかけずにヒーンとかしながら、うん、あの伸ばすところとかうまいんだけどね、ロックコース、うん、あの平和島のバック最内は本当伸びるんでね、うん、いやだからそれにしてもだよ ね、まあ、そうですね、これはもうすごい、はい、激変はしてると思いますよ ね、 なるほどね、あとね、やっぱ浜野谷健吾はどうなのよというところで B プラスの、うん、でも上向きという、うん、そうだよね、だから最初に全権とかで目立たなかった時に比べると、うん、もうしっかりと出してて、うん、それがあの上位の A まで行ってるかどうかは、うん、さてどうでしょうっていうところだね、はい、いつもほどのシャキっていうのはない、うんうん、だからもう B プラス A マイナーぐらいな感じで、はいはい、なんか手放しで A はまだつけない、うん、なるほどね、つけられないかなって感じはあるんだけどね、はい、で江口選手は出足に S ということで、まあそうですよね、うん、そうですね、割り付けしてもしっかりレーンに絡んでくるというね、そうそうそう、深いところからでもね、うん、という感じですよね、そう、これね伸びもすごい初日からしっかりしたんだけど、うん、そこを出足に持ってきながら、うん、あのいい感じに仕上がってね、そして深川さん、まあ、さっきからもう何度も言ってるんでね、うん、もう節1、うん、これはもう間違いないです、うん、そう、はい、僕もそう思います、はい、ね、うん、はい、で新概念データなんですが、はい、今回は僕は135246という並びの想定で考えました、うん、で浜内選手は1コース1着率 77.8 で、まあ、悪くないです、うん、でもうまくられない、浜内選手の陰性はなかなかまくられない、うんうん、ただ明日問題は、うん、前付けがあって深くなりそうというところがちょっとまあ問題ではあるんですが、うんうん、で深川選手は2コースはもう当然逃がし率低い 44.9、うん、で差し1着も20回、まあ、買い入ってる回数が多いんで、うんうん、20勝というのはもちろんそれは回数とのあれがあるんですけどね、はいはいはい、まあ、2コースはまあ今日も勝ったしね、うんうん、で江口選手は3コースより外に入ること自体が極めて少ない。そうだよね、うん、あの過去1年で4回しか入ってない。4回だけ。4回だけ。で、0-0-0、まあ、これはしゃあない。まあ、そりゃそうだわね。感じですよね。いやー、下だから、しゃかりきもっといくのかな。いや、でも、しゃかりきっても、今度、深川選手も入れないからさ、うん、そうだよね、深くなるだけという。そうだよね。で、辻選手は4コースは本当の自在。うんうん、あ、もうまくりだ、もうまくり出しても差しでも、もう打ち見ながらという、はい、まさに辻映像の忍者映像の、ね、そう、進化ですね。うん、で深谷選手は5コースはまくり差し、うん、4勝、うん、その雰囲気はありますね、はい、で馬場選手もまくり差し1勝なんですが、うん、まあ、今節皆さんもう、ね、うん、はいはい、もう覚えてると思いますが、うん、6コースから勝って13万周は上げておりますという感じでございまして、うん、はい、さあ足はクエスチョンね、うん、足はクエスチョンちょっと分かりません、さあこれがまあその前付けやらがどう出るかというところで、うん、はい、フォーカスなんですが、はい、はい、僕から、うん、はい、やっぱいや僕はね、うん、まあ、そう深くなっても、やっぱ、まあ、浜根谷健吾はやっぱり平和島、うん、1号艇でやっぱりね、うん、見せてくれるんじゃないかと思うんですが、やっぱり、うんうんうん、その逃がし率の深い、あ、低い深川選手が、
エンジンめっちゃ出てるとなれば、うん、逃げて刺しての一騎打ちじゃないかなという感じで考えてます、うんうん、で、江口選手はまあ逃げるのか、うん、あれはまあ2番差しもあんまり考えにくいですけどね、うんうん、なった時にまあ外に構えてる辻選手だったり深井選手がまあ刺してくるという感じ、うんうん、でその2人の一応2着付けというのもねちょっと付け加えての、うんうん1と3の両頭から2、4、2着の1、なるほどね、1、3の3着となるほどなちょっとオッズ的には跳ねるかもしれないです ね、 そうですねという感じで、うんうん、まあ基本的に浜野谷選手対深川選手じゃないかなと僕は考えているということでございます、うん、もうそうだねすんなりだったらね、うん、すんなりだったらそうなるでしょう、はい、そして、うん、周長ももちろん鬼足深川19号って言ってるんですけど、うん、もう軸です。もう深川が優勝戦に行ってくれないと本当に面白くなくなるんでまあそういう本音もあれしながら、じゃあこれあれじゃあ、うん、じゃあ3号2着につけてるのってさ、うん、外枠で乗ってほしいとかじゃないの、うん、いやまあ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 そうなんだけどね、うん、そうなんだねやっぱり、うんうん、さあさあさあそれ で、うんうん、まあとにかく1着2着で固定をして、うんはいはいうん、あとは誰にするかというのは、まあ、もちろんね、うん、あの院名健吾と、うん、それから深谷選手か、うん、そうなんだよね、うん、やっぱりね不気味なあの足があって、うん、ちょっと人気の盲点にもなりやすい感じのここの中に入るとね、うん、あのコース的にもおそらく5コースだろうし、うん、でまあ分かんない俺5キャラにしてるけどこれは辻がちょっとすごく闇をつけて、うん、もっと内を深くしよう抵抗する素振りを見せながら抜くというで端幕あたりの4コースってね、そう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 、はいはいはい、そういうのもあるかなと思ったんだけど、まあ、いやいや可能性としてはあると思うね、うん、そうだねもちろんね、うん、3対3もあります1対5のね、はいうん、というところで、うん、そうとにかく信頼です深川、はい、いやあの足は素晴らしいですよ、ねうんうん、そうそ う、 そうかなり出てるもんな、うん、というわけでまあ周長の場合はそんなこと言いながら、うん、優勝戦の枠番含みの2着付けなんていうのが本戦になっておりますので、うん、はいまあ確かにな外枠の方が面白いもんね。ああ面白いよ、ね、また3号手とかになったらちょっとさまた動かないからね、うん、そうそう、だから3号にならない限り江口さんもいないしさ、うんね、はいというわけでまあどっちにしても、まあ、僕も出張もやっぱり深川選手と、うん、いうあたりはやっぱりねあと浜野選手というのはやっぱりかなりって感じですか ね、 ねはいそうでございます、はい、というわけで11レースでございました、うん、さあ最後12レース、はい、1号艇峰竜太2号艇白井英治3号艇古澤美月4号艇山口剛、5号艇松田大志郎、6号艇上野慎之助ということで、うんうん、1枠2枠がドリーム戦と同じ組み合わせというね、お確かにそうだね。いますがこちらも気力から、うん、そうなの。まあいや、まあ、こう難しいんだけどね。一番ちょっとおとなしめではないかというふうに、ねね、そう、うん、白井氏もねずっと A をつけてたんだけども、うんうんうん、やっぱちょっと頼りないあ、うん、回転が合い切れてない感じの、うん、今中堅上位回転合えばねあの絶対ポテンシャル的にはいいはずなんで、うん、そうその辺はちょっと気になります。なるほど、うん、古澤光則ね、失礼しました光希って言ってね、うん、僕ね光則選手ごめんなさい、はいはい、古澤選手拾うとこクソ、まあ、いいそうまあというかね、はい、中堅上位ぐらいじゃない松田は大臣はね、うん、あのワースト級でした、うん、もう C デーの感じだったんだけど、うん、これ上がってるねでもリングを変えてからね、うん、しっかりあの直線中心にいい感じになっててまあよく間に合ったなって感じでね、うんうんうん、ちゃんと成績上げて、うん、あの乗ってきたんで、うん、勢いは怖いかなと、うん、で山口のあの中はピット離れ、うん、あーそうかピット離れがねそうでしたねそういえばねそうそうオキツナリが悪いのと、うん、山口がいいので、うん、ピュッと変わったのがあったんだけど、うん、これはね要注意ですよ、うん、確かにそれは忘れとったそれ、うん、だから 2,3 コースまで潜り込む可能性は考えておいた方がな、ねうん、なきにしもだね、うん、という意味での注意でございますが、はいうん、あとはだからまあ、うん、そうか白井英治 B プラスかうーん、うん、まあちょっと辛口にした、まあ、そこまで目立ってる感じがもちろんないですけど、ね、そうそうポテンシャル高そうなんだけどね、うん、もちろんそうですねそう、うん、まあ明日どうするかですね、うん、そうだねはいそして新概念データなんですが、うんまあ、峰竜太の1コース1着率は 80% 超えて信頼度高いのはもう言うまでもなくで一時はまくられ率の方が刺され率より高かったんですが、うん、逆転しました、うんうんうん、まくられなくなった、うんうん、で、白井選手の逃がし率 54.5 これは昔はすげえ低かったのに最近は、ちょっと高くなってただねこれも下がってるんです最近、うん、一時 60% ぐらいまであったのが、ねうん54.5 まで下がってきてそれは2コースの差し、はい、急勝というこれこの地力差しね、うん、この1着は増えてきてる、うんうんうん、で、一応僕はくなりで、うん、古澤選手は基本3コースはまくり差し、はい、うん上行ってもだから、まあ、相手峰竜太だしね、うん、届くかどうかで山口選手ももちろんこの人は覗きは
バリバリに攻めるんだけど、ファイターなんだよね。ただ実は4コースで一番1着多いの左打ちだし、だから古澤選手が攻めた攻める展開になった時にそれに乗って左打ちさせていくというのはまあ全然うまくやる人。なるほど。で松田選手は5コースのこのまくり差し1着はね、まあ1年で5勝ってなかなかの数字なんでね、得意だと思います。そうだね。そしてなぜか上野慎之介6コースまくり2勝もしてる。 SG でもやったもんね。だからあの試合あればこの人外枠関係なく飛んでくるんだけど、そうだね、うん、今回どうなんだろうと、もちろん悪くないと思うんだけど、うん、っていう感じの新外ね、4カード6コースでまくるタイプっていう感じかもしれないね、うん、なんか、うん、だからもうだからほら5コースも強いじゃないですか、うん、強い。だからなんか外枠でこう意外性のあるのが上野慎之介っていうね、うん、確かに、うん、いつも怖い、うん、だからまあね、うん、師匠峰竜太に人は吹かせることから、まあ、確かにね、なという感じでございました、うん、滑り込んだことだしね。そうね、結局ね、そう、はい、さあそしてフォーカスでいきますが、うん、まあ僕からですね、はい、もう峰竜太信頼で、うん、相手は白井山口松田で、うん、まあ、要するにまあ古澤選手が攻めるんで、うん、まあ、その打ちを指す山口選手のまあ1-4なんてのは結構面白いと思うし、はいはい、うん、逆にこうねちょっとこう山口選手が攻めるような展開になった時にやっぱ松田選手が指してくるのがやっぱりちょっと面白いんで、うん、まあ、もちろん 1-2 ってところ人気集まるでしょうしね、うんうん、1-2、まあ、1-2は本戦なんでしょうけどね、うん、ちょっとその古澤選手とか山口センター勢の攻めに乗ってくる、うん、その外に構える2人、4、5っていうのはちょっと押さえておきたいなと考えております。はい、うん、そしてまあ似てるんだよね。似てるね。要するにね、うん、もうそう峰に20までをつけないと決めてるんでというだけの、うん、この頭もあれでね、うんうん、そうだから現状の足だったら普通に逃げての 1-2 だと思う、うん、だからそれがね明日しっかりと白井英二がそうです、ね、うん、合わせ切ったら、うん、モーターの ポテンシャル的には、うん、まあ、みんな差し切れるかどうかは本当にね、うん、なんか言えないんだけどさ、うんうん、それぐらいの足に持っていければ、ね、面白いと思うんで、うん、そこにも期待して配当的に、はい、まあ、2-1 というのを書いてみましたけども、うん、とにかくこれ4点で仕留めなきゃっていうか、おそらく 1-2 から、ね、何かで決まるっていうパターンが、うんうん、ものすごく脳内レースとしては、まあ、浮かぶところもあるんで、うんうん、そこで 4-5 に絞った。なるほど、うん、まあ、でも峰選手もさ、うん、結局今回じゃあ圧倒的に強くてトップにいるかっていうと、うん、なんかあんまりそうは感じないというか、うん、確かに確かにその通りその通り、まあ、今日最後ね、うん、6号艇5コースのね、うん、まくりもまあ見事ではあったけれども、うんうんうん、まあ、あれもそれこそほら、うん、なんだ、磯部選手にこう、うん、勢いもらったみたいな風になって、まあ、なんかそうついてるイメージの方が今回強いんで、うんうん、どうだろうな、いつもの1号艇の時よりもそんなに僕絶対感をあんまり覚えてないんですけど。そうだね。どうです？いや、まあ、だっていつも頼りないモーターの時もあるし、それでも1号艇だったりするし、うん、まあね、そうね、それに比べるとね、今節はね、うん、だから騙しくらりのらりくらり上位級までしっかりなんか引き上げたなっていう雰囲気があって、ね、はいはいはい、でそこまで持ってきちゃうとやっぱりなかなか鬼に空棒感があって ね、まあ、ね、確かにね、ただだから結局は侵入のもつれと、はい、やっぱりなんか圧倒的なパワーの人がそれを凌駕するようなことでしか、うん、ね、うん、この1号艇をやっつけるのは本当に難しいとは思ってます、ね、はい、うん、盤石とは思ってないよ、うんうん、だからだけどまあやっぱりなんだかんだ峰竜太だしね、うんうん、まあ、やっぱり1日入ったら強いからということで、うん、まあ、どっちでも峰、白井というところがやっぱ有力だろうと、はい、まあ、だいぶ人気サイドですけどね、うん、いうフォーカスになりました。こちらもご参考にしてください。はい、はい、というわけで、うん、順位展望ということで、以上でございますが、うん、今日も告知がいろいろございます、はい、まずダービーマフラータオル、優勝者選手サイン入りということで、うん、峰竜太が入るのか、no、打倒峰竜太の平本が入るのか、深川が入るのか、そう、お屋敷深川が入るのか、皆さん楽しみにしていただければというね、うん、感じで、これも明日、要項というか、なんだっけ、キーワードか、うん、キーワード明日発表いたしますんで、皆さんぜひ明日も見逃しのないようにお願いいたします。うん、そして、ヤングダービーのマフラータオル、これはもう羽野選手のサインが入っております。うん、ちょっとこれの応募要項にちょっとね、不手際があった、うん、不手際っていうのがね、うん、ちょっと不足があったみたいなので、今改めて募集しておりますので、うん、こちら概要欄の方に詳しく載っておりますので、うん、でこちらキーワードは鈍いということになっておりますので、はい、はい、そちらの方を、ね、うん、鈍いと書いて、その応募要項で皆さん
申し込んでください。概要欄ご覧ください。はい、そしてレジャーちゃんサプリ、はい、おなじみボートボーイ侵害年齢シミュレーション、侵入物過去実装データシミュレーションもろもろ、そして動画コンテンツ、そして私の先得予想、はい、すいません、今日の先得予想は全く当たっておりません。いや、びっくりしてるぐらい当たったら、はい、トンチンカンで予想になっております。大変申し訳ございませんでした。明日頑張りますので、皆さんこちらも合わせて、ぜひね、船券予想にお役立ていただければと思います。そしてクマホンキャッシュバックキャンペーンということで、まあ、11月2日までね、応募期間があるんで、皆さんね、まだ、応募できます。クマホンキャッシュバックキャンペーン in オータムだそうです。オータム期間中に5000円以上購入されますと1万円を2万人にキャッシュバック。すごい、さらにダブルチャンスとしてテレポートオリジナルミニマムウォレットを3000名様にプレゼントということですので、皆さんこれキャンペーンサイトで、応募ボタンを押して必要項目を入力すると簡単に応募できるそうですので、皆さんね、ぜひ、ご応募ください、はい、詳しくはくまモンキャッシュバックキャンペーンで検索してくださいということでございます。さらにドリームランナー、はい、植木アンバサダーが、元バレーボール日本代表カノホームヘイコの丸々な話。丸々何ですか。ちょめちょめな話だな。ちょめちょめ、そう、カノさんはね、テレビ番組バレーボール解説、 YouTube の面白動画とさまざまな分野で活躍しているそうです、で、あんなこと、こんなことまで丸々な話を植木アンバサダーが聞き出しますということですので、皆さんぜひね。で、前編がすでに10月24日に公開されてまして、後編は、ダービー優勝戦の日10月31日の21時に、公開されますので、おボートキャストでは朝8時半から先行配信だそうですので、ダービーの日は皆さんダービーとドリームランナーで楽しんでいただければとですね、ということでございます。はい、はい、というわけで、今日もありがとうございました。次回、明日でございます。10月30日また9時からですけどね、収録で優勝戦展望の方を、お届けいたしますので、はい、どうなるか。そうだね、だから言ったけど、いいメンバー、いいメンバーが揃ってほしい ね、はい、いろんな意味でのいいメンバーが揃ってほしい、はい、というわけで、また明日もこんな感じで記録評価なり侵害年齢となりでね、展望いたしますので、明日も皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、じゃあ明日またお会いしましょう。さよなら。